こんにちは、フラワープレスの八木です。今回はフラワー2022年スプリング&サマーのプレオーダー会速報をお届けいたします。今回の、春夏のコンセプトがレインボーというコンセプトが掲げられています。なんか春夏はすごくカラーをいくつか、テーマとして掲げてお洋服を作っていることが多かったんですけど、今回はトレンドとかに縛られすぎず、なんかご自身に似合う新しい色を皆さんに見つけていただきたいなという思いが込められていて、結構いろんな色がすごくカラフルにご用意されています。でも結構肌なじみがいいトーンでまとめられていたりとか、なんかいつもと新しい新鮮な色だけど意外と着れるかもってチャレンジがしやすいようなカラーのバリエーションでご用意がされておりますので、なんかスタッフと一緒に新しいカラーにチャレンジしてみたりとか、なんかその選ぶ楽しさも今回の春夏のラインナップで皆さんに感じていただけたらと思います。今回はその色がカラフルなので見ているだけでもワクワクすると思うので、そちらをちょっとだけ今日はご紹介していきたいと思います。はい、まずはじめはどうしよう、このマネキンこんな感じでご用意しております。なんかお花柄はやっぱり春に着たいと思うんですけど、なんかイエローとかラベンダーとかここも綺麗な色が可愛いですよね。私が着ている今日着せてもらってるお洋服もこんな感じでお花柄ご用意しています。今回は透明感のある花柄を使っていたりとか、なんかお花柄の上に刺繍が入ってるものとかもあって可愛い、ちょっと新鮮な感じがします。カットワークのレースのブラウスとかも、これとかも皆さんすごいお好きなんじゃないかなと思います。すごい春が楽しみですね。こちらなんか今回の目玉じゃないですけど、スタッフもすごくみんな盛り上がっていたこのすごい色が豊富なカットワークのレースのシリーズブラウスです。これもすごい可愛い、私はネイビーがすごく気になりました。こんな感じです。なんかちょっとカラーもバリエーションが豊富なんですけど、落ち着いたベースの色を使っているので結構どれも着やすいかなと思います。こんな感じのちょっとオリジナル的スタイルのバラ柄のお花柄もご用意していたりします。ここはちょっと大人ゾーンになります。こんな感じのなんか色では逆になくなるんですけど、ちょっとこのレースの使い方だったりネックの部分が大人っぽくて、これもまたなんか毎年フラワーのブラウスを見てくださってる方も新鮮に着れるんじゃないかなと思います。この辺もすごく可愛いです。トレンチコートも可愛い。はい、次はじゃあぐるっと回ってあっち側です。うるうる透明感みたいなシリーズが今回はルックでもすごく多く使われているんですけど、この辺もすごいそんな感じのちょっと透け感が可愛かった人気のシアーシャツもちょっとギンガムになって新しくなって入ってきてます。ワンピースです。いっぱい今年もご用意しております。なんかこのちょっと配色が珍しい感じのチェックのワンピースだったりとか、今店頭で出てて人気の花柄の新しいワンピースとかもご用意してます。私はこのカットワークのレースの黒のワンピースが大人っぽくて気になってます。なんか今回の、ルックがすごくこういう光の使い方とかが可愛い感じのお写真がいっぱいあるんですけど、その撮影風景をちょっとだけ再現したコーナーとかもあるので、皆さんでここでちょっと写真を撮ったりとかして楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、こんな感じです。あとは撮影で使った小物とかもこんな感じでご用意しているので、この辺もお洋服と一緒にちょっと見て選んでいただけたら嬉しいです。
こんな感じでした。本当に少しだけだったんですけど、なんか少しでもこの春夏の気分を、お届けできたら、できてたら嬉しいです。はい、ぜひ楽しみにしててください。店頭にも、順番に春からだんだんと入荷してくるので、皆さんお楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございます。オーダー会のご予約などに関しては、公式のインスタグラムの方で告知しておりますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。東京だけじゃなくて関西での開催も予定しておりますので、そちらにお住まいの皆様もぜひチェックしていただけたら嬉しいです。この動画が良かったなと思う方はグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。